ダークネスゲーム、シラです。蚊が20匹ぐらいいる小部屋からお送りします。今回なんですけども、まあ、ユーノの講座っていう感じでね、とりあえずユーノの使い方っていうのをその場その場で解説していきたいと思います。もし負けちゃっても、ユーノの使い方っていうのは、まあ、その場でその場でわかると思うので、ぜひ最後までご覧ください。まあね、チャレンジとかでもいいかなと思ったんですけど、単純にトロ上げもしたいので、マルチでやっていこうと思います。よろしくお願いします。そうだな。で、こんな感じにですね、初手ユーノとか飛ばしてきたら、さすがにこれ、ユーノとかがいない限りはエレクトロウィザードで守るしかないんですけど、初手ユーノってことはなんだ？お相手ももしかしてペッカ系統だったりするのかな？するっぽいですね。こういう時は、ユーノちょっと低めに出してあげれば、ゴーストってタワーに近ければ近いほど、弓矢が届きやすいので、早めに倒せるんですよね。で、こういうのもね、ファイアボールで、ちょっとこちら側に寄るようにしてあげれば、こういうのは、そうですね、このままだと、やばいので、ペッカダシエの、ザップ、で、エルイズまで倒してあげればいいのかな。ここ湧いてうまいですね。うまいんですけど、工場に関しては、ゴーストだけで守れるので、まあ、ね、一発食らった後、ゴーストでベシッてしてあげれば、お相手このペッカにも何かしら出さなきゃいけないし、ゴーストにも出さなきゃいけないんですよね。ペッカが、言うのは倒してくれないですけど、これはさすがに、放置ですね。これ放置しないとちょっととんでもないことになるので、まあ一旦放置して、お相手ゴーストは許容と。さすがにこのゴーストに対する、防衛エリクサーはなかったみたいですね。お相手ペッカ工場ってことで、まあ言うののレベル的にこちらの方が有利ではあるんですけど、まあペッカ工場対決っていうのは、なかなかよくある光景なので、皆さんにお見せしていければなと思います。で、こういう時なんですけど、マジックアーチャーね、放置しても別に大丈夫なんですけど、そうなんですよね。マジックアーチャー単体なわけないんですよね。こうやってゴーストとか何かしらね、つけてくるんですよ、絶対。そうなった時に、ファイブとかちょっと遅れながらやった方がいいんですけど、さっき僕ミスっちゃいましたね。はい。ということで、マジックアーチャーとかに対しての工場バーバリアンは、何かしら他のユニットも来ること前提で考えといた方がいいっていうのを、まあ、言っときます。で、お相手工場がこれ、まさかペッカで防げないとかはないよな。まさかは、危ねえ。もう、びっくりするわ。で、これ、ゴーストマジックアーチャー警戒です。はい。まあ、運が良かったですね、今回は。ゴースト見えてるのにお相手がマジアチャー出すもんですから。で、コジョババまで出した後、エレイズ出してあげれば、なんだっけ。ファイブを打ってからの、ペッカに対してザップ打ってあげましょう。そしたら、これ結構ダメージが稼げるので、ユーノで蓋をします。ユーノで蓋をして、お相手さすがにこれ守るエリクサーないんじゃないかな。あったあった。全然ありましたね。あったんですけど、それはそれでこいつらどうせペッカ出すだけで守れるので、あとはマジックアーチャー警戒でここら辺にゴースト出しておけば、まあ、問題はないかな。で、お相手のペッカに対してこれマジックアーチャー出してもよかったんですけど、さすがにめんどくさいのでね。マジックアーチャーだったらいいか。ほっといても。ほっといてもいいっつうのは、まあ、これ完全に僕のね、適当な言い分なんですけど、これはファイブを打ちますね。これはファイブをさすがに打って、エレビズまで打ちの、そうだな、右どうせマジックアーチャーだけで倒せるんで、左これ小ジョババで延命します。はい、オッケー。そしたらこのゴーストに対してババがなんとかやってくれるので、そうだな、ペッカ工場対決の時はペッカ先に出した方が勝てるとまで言われてるので、とりあえずペッカ出しつつの、お相手のペッカに対してマジックアーチャー出すか。で、これ、お相手読んできたらうまかったですけど、さすがにそんなことはなかったですね。ファイブ打って、早めに相手溶かした後、うまいね、それ。それうまいんですけど、ゴーストで延命します。はい、そしたら、お相手いろいろつけてくるので、こちらもね、全然何かしらのユニットで守っていきます。タワーがいる限りね、適当にやったとしても守れるんですよ。そしたら、お相手のこのペッカ、さらにマジックアーチャーでね、射抜いていきたいと思います。お相手これに対しても何かしら出してくるはずなんですけど、そうだな、エレクトロウィザードに対して、これは、ファイブを打ってからの、コジョババ釣りがいいかな。で、釣った後、エレビズまで出してあげれば、これ一旦工場止めた後、どうせね、ペッカはあれ守ってくれるので、なるほど。守ってくれますね。守ってくれてるんで、そうだな、あとは、ペッカ工場、ちょっと解説がこれ今鈍ってるんですけど、マジックアーチャー警戒で、言うの出したんですけど、これは意味なかったですね。意味なくて、全然意味あったわ。意味あったんですけど、ババまでつけた後、エレビズ出していいかな。そしたら、こんな感じでファイブ打ってあげれば、お相手の言うのごとね、巻き込んで打ってるはずなので、オッケー。そしたら、これ言うのザップ、言うのザップか。言うのだけでいいか。右のあれはね、何としてでもペッカだけで守ってもらって、
あのめんどくさいやつらこいつで、あとファイボまでつけてあげればこいつら一網打尽できると思う。ちょそれは聞いてない、それは聞いてないんだけど。ちょっと待って、まさかここから負けるっつうのはないよね。さすがにね、それだけだ、なんとか。あ、マジかよ。はい、僕がやらかしました。はい、ちょっとね、あのユーナの解説もまともにできてなかったので、この新しいタワースケに対してね、あの破壊をお見舞いしてやりましょう。ということで、よろし、ちょっと待って、このクラン名よ、なんかすげえ見たことあるぞ。確かペッカあれですよね、なんだっけ、まあペッカ工場がめちゃくちゃうまい人がいるクランだった気がします。どうしよう。相手アイスピスケテスラってことで、もうこの時点で相性は悪いんですけど、そうだな、アーチャーが見えたところで、お相手 3.0 クロスですね。 3.0 クロスに対して何が有効かというと、一つも有効なところがないです。最悪ですね。なんですけど、そうだな、とりあえずこいつらに対してザップ打って、で右のアーチャーは有能で許容するか、許容図が防衛だな。でそしたらお相手これナイトとかで守ってきてくれたが、そうだな、ペッカとか出しちゃうとね、お相手クロス出しまくりになっちゃうんで、そうですね、ナイトとかの防衛は一応あのゴーストだけで済ませて、クロスに対してはペッカ出すって感じでいいと思います。でこれがなかなか鬼門なんですよね。まったく本当最悪ですよ、クロス一発でかすぎるんですよね。はい、そしたらテスラはこれ壊してくれるが、ナイトで守るかな。あ、全然守らない。一応タワーダメージは取り返したが、ここからどうする。お相手は、3.0 クロス、今手札にあるのがファイボアーチャーテスラだと思うので、んいやテスラないか、テスラないかもしれない。今お相手9コストですね。なので工場後ろから出しつつ、こういう場合の言うのはですね、あのスケルトン読みとかに使うといいと思います。ここら辺出ますよ。マジかよ、当たってたのに、当たってたのに遅かった。ちょっと今回はあのこれ僕があの行き過ぎた攻めをしてしまったってだけなので、はい、僕がちょっとバカなことやっただけです。そしたら右のナイトはね、あのマジックアーチャーでアーチャーごと貫いてあげればいいかなと思うんですけど、アーチャーを貫けてない。 OKOK、 そしたらこれペッカで守りつつ、そうだな、そうだよね、アーチャー来るよね。そしたらこの位置のエレビズでクロスは守ってあげましょう。どうせスケルトンとか来ると思うんですけど、まあね、あのエレビズ出すだけでスケルトン警戒になるので、そしたらここら辺に来るかな。読みが当たってしまった、読みが当たってしまったけど、ワイトもアイスピーはアイスピーで出してくるからめんどくさいな。工場からのペッカ出しましょう。お相手今スケルトン出したばっかなので、ナイトしかいないはずなんですよね。ナイトしかいないはずなんで、はいはいはいと。そしたらこれに対して U の出してあるか、 U の出しつつのマジックアーチャーまで使って、おっとこれはアーチャーうまい感じに、お飛べ、 OKOK、 結構ダメージを稼げている。 U のはね、ああいう感じに牽制に使うのがいいですね。コスト溜まった時なんかもう特にそういう感じに使うのがいいと思います。まあこういうのもね、あのちょっと防衛しようがないので、ペッカ低めに出してあげれば、まあナイトごと守れるのでいいかなと思うんですけど、どうだ、工場これ結構入るんじゃないか。スケックルと思います、スケックル。あー来なかったか、来なかったけど、まあ読みは外れてはないですよね。U の出しでクロスを防衛しつつ、残り400ってことなんで、ファイボ2回回すだけで勝てますね。ただこれはそうだな、工場出すか、工場出してゴーストも出して、あちょこれ間に合わないな、間に合わないんでザップ使います。ザップ使ってからのファイボまで使うか、ファイボまで使って、あクロスは防衛したが、ここお相手に2連目のクロス立ててきたら結構めんどくさいが、お相手は出さない、出さ、あ出してきた、出してきたが、ここマジックアーチャー出せば貫けるんで、あてなったらもうね、もうさすがにここから勝てますよ。エルビズ出して一旦ね、あいつをザップ打ってあげれば、あとはもうねこう打つだけで、ちょ、あでも残り200ってなったらさすがにファイブ打ってグッドゲームくらえ。なんでレベルが格下のペッカ工場ミラーには負けて、もう相性キツキツの 3.0 クロスには勝てるんでしょうね。まあとりあえず3試合目やっていきたいと思います。この試合と次の試合で終わろうかな。いうのはですね、初手の手札にあったら後ろからあの10コスト溜まったタイミングで出せばいいって、あのなんか上手い人みんな言ってるので、それでいいと思います。お相手あのエレビズ謎なんですけど、とりあえずゴーストで一応受けていけ。またペッカ工場ちょっと面倒だな、面倒だけど、
一応ペッカで受けるか。ペッカで受ければお相手何かしらね出すしかないので、このゴーストに対してお相手何か使った時点でペッカを守るのが難しくなるが、全然違う。まさかペッカ工場と予想はせつつ枯渇系だった。まさかそんなやつがあるなんて。お相手5を持ってたらめんどいけど、こういうのはマジックアーチャーで防衛していきます。で、矢の雨とってなったら、おっと、タワーダメージ2発、3発分が痛い。痛いが、お相手今有能ゴーストなので、そうだな、一旦様子見して何かしら出してきたタイミングで工場を合わせたいかな。工場なんですけど、まあ、10コスト溜まるタイミングで後ろから出してあげればいいかなと思います。で、これ有能に対して有能合わせた方がいいな。有能合わせて、なるほどなるほど、そういえばエレビズいたわってなると、僕なんてことしてんだこれ。ちょっと攻めがだいぶ下手なんですけど、ペッカで、有能受けつつ、どうせプリンスも受けれるので、あとはそうですね、お相手がこんなあの雑な、ね、攻め方をしてしまったところで、あのゴースト出してあげればもう全部倒せるので、あとはこのゴーストに対してね、多分スケルトン部隊が来るんですよね。なのでスケブに対してザップ打つだけで、ちょっと僕のエイムが下手だったけど、タワー巻き込んで撃とうとしたのが失敗だったかな。お相手もそこはちゃんと分かってたようですね。そしたらゴブリンバレルが来るので、まあ5ってなんとかなるでしょう。はい、5もね、全然あの時間的に問題ない。ちょいエレビズ出すしか、それ防衛手段がねないんですよね。あ、でも全然なんとか守れたわ。そしたら、あ、でもタワーダメージはリード取られてるので、正直言うとちょっと邪魔ですね。邪魔なんですけど、右これスケルトン部隊使ってくれたので、多分ね、右のこれガン無視して工場に対してペッカつければ勝てるんですよね。言うのまでつけましょう。お相手エレビズあると思うけど、どうせね、後からエレビズ出したところで止まらないんで、ガコン入れ、入らないか、入らないけど、これ結構ダメージ入るぞ。ザップまで打ってペッカを延命させた、勝ったが無理か。ただスケルトン部隊はこれマジックアーチャーが片付けてくれたので、あとはこいつに対してロイヤルゴースト打ってあげればまあいいかな。なんやねんそれは。ただここ工場をつけて、ユーノつけてってすれば、もう5でこいつらは蹂躙できるでしょ。オッケーオッケー。そしたらザップまで使ってプリンスを突破したい、突破したい、突破させろ。オッケー、一発、よし、オッケー、よく頑張った。そしたらこっちはゴブリンバレルを警戒するだけでいいので、そうだな、ここら辺にエレビズ出してあげれば、一発ちょっとでかいな、でかいけど、お相手ファイブ持ってなかったと思うので、これそうだな、オッケーオッケー、またペッカつけるか。またペッカつけて、右のあいつらにはね、あのザップ打ってあげましょう。で、そういうこともするの。ただスケブ痛いな、スケブ痛いけど、やっぱプリンスに対してはどうせね、あの有能だけで防衛できるので、右にゴブリンバレルが来た時のためにエレビズは構えておきたいが、こうやって打てば、守れたりしないかなとか思ったんだけど、守れたけど、ちょっとこっちのダメージがでかいね。そしたらあの有能うまいが、ダメなんで、この有能は一旦完全許容してペッカ出します。先にペッカ出しときつつ、痛い、ちょっと痛いなそれ。有能であいつを足止めしつつマジアタで貫きます。右のね、あの吹き矢なんてどうせどうでもいいんで。そしたら右ゴーストでもうめっちゃマジックアーチャーが貫く。ファイボンも出しつつ、ここザップ打ってあげればいいかな。おお、マジか、めっちゃ入ったぞ。あのなんか相手のスケブミラーに対してファイボンが偶然入ったので、そしたらあとはもうこれマジックアーチャーで貫くだけでよくない。おお、だいぶ入る。そしたらペッカで守れる。ちょ、そういうことする。ただ、さすがにね、それは突破できないんで、5打ってグッドゲーム。はい、それではラストバトルやっていきたいと思います。お相手ベノムということで、なんつうか日本人にもいますよね、ベノムっていう。めちゃくちゃ強い代わりに、あの PS の代わりに人格を完全に捨てた人がいるんですけど、初手これちげえだろマジで。おい、なんでそんな煽ってくるの。まあちょっと煽りが好きな人っつうのは、まあ日本人のベノムさんとも同じなんで、もしかしたらベノムさんかこれ。最悪だな、ちょっと絶対に会いたくないやつだってしまったな。そうだな、これは、ユーのここら辺に出し、超うまっ、マジで、マジか、サバーカのくせにやりよるな、マジか、読んできたぞこいつ。ってなったら、結構痛いが、まあ、そんなでもない。
ただダメージは削られてる。やるなって言われた。お相手ちょっとスタンプうるすぎるんでミュートしますね。これでお相手がどれだけスタンプを連打しようとね、あの正しく、あの虚しく虚空に消えるだけなんで、あのスタンプうざいなって時はね、あのミュートすることマジでおすすめですよ。本当あのお相手のなんつうのその煽りを黙って見ててもいいことないんでね。でマジックアテであのミニペを貫いていきたいが、お相手ダクネまで使った。ダクネ使ったらそれはもうさ、こいつだけで守れんじゃん。エルイズ出しつつゴーストでね、ミニペまで倒していくと。あ、ゴーストやられちゃった。ちょっともうミニペ火力高すぎんだよお前。なんでそんな高くなっちゃったのマジで。ただこのボンバーは、まあ、放置してれば倒してくれマジで。そうなっちゃったが、ザップ打った方が稼げたかもしれない。ただザップは一応ね、ダクネに使いたいですよね。あの皆さんにねぜひ知っておいてほしいことがあるんですけど、スケルトン部隊をあの真ん中で分けられた時ってガン無視してもたまに1ダメージも入んないので、ガン無視して正解ですよ。はい、はい、今見て分かる通りマジでたまに1ダメージも入んないんですよね。はい、なのでまあスケルトン部隊を相手が後ろから出してきたら、まあ3コストお得だなぐらいに考えておくといいと思います。で裏マジアチャしつつ、お相手がこれにねトルネとか使ってくれたら、あのエレクトロウィザード出しやすいんですけど、どうかな。あ、そういうタイプ、ファイブザップするしかないな。そしたらこれに対してね、あの工場で守ってあげて、めっちゃダメージがいい。ただペッカがこれ守っ、マジでちょっとそれは聞いてない。お相手うまっ。ちょっとマジかよ、タワーダメージめっちゃ削られてんだけど。ただどうせまたこれ来るのは確定してるんで、後ろからペッカ出しときゃいいかな。うん、一発ありがたいね。ただ後ろペッカこれ良くなかったかもしれない。端前ゴーレム来たらね、さすがに止めれないんですよね。そうだな、エレクトロウィザードでゴーレムを止めたいが、お相手どうせね狙ってるんですよね。そう、トルネを。そしたらどうしたらいいかっつうと、どうしようもできないんですよね。やばい。エレクトロウィザード守ってくれた、守ってくれた、守ってくれたの、守ってくれたんだったらこれペッカ出すだけでいいんじゃね。ただお相手のボンバーがクソ邪魔なんで、あーマジか、そういえばいたわ、このスケルトン部隊とか悪のゴンゲみたいなキャラが。もうこいつ邪魔すぎるんだよな。ただお相手これ多分ねダクネぐらいしか出すもんないんですよね。工場までつけて2発殴ったタイミングで OK、 これであのペッカ延命してくれるはずです。ペッカ一撃くらい。あーマジか、ちょっとさすがにねこれは無理だったんですけど、どうせマジックアーテ出せばこのうぞうむぞうは消えてくれるので、U の出して延命しつつ飛べ。オッケー。そしたらこれゴレ防衛、あゴレ防衛しない、飛ぶ飛ぶ。オッケー、マジックアーチャーが活躍してくれた。今更スケルトン部隊か、スケルトン部隊来そうだが、スケブ来たところでだから、スケブ来るか、スケブ来るか、来ない、あ来た、クライズアップ、グッドゲーム。やっぱめちゃくちゃ強い人ですね。あのなんつうか、このレベルで7500いけてるんで、まあ何かしら強い人だと思います。ただ僕に負けた時点でちょっとゴレ使いは名乗れないですね。ちょっとあのトロフィーゼロからやり直した方がいいと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ユーノの使い方っつうことあったんですけど、まあ解説どうでしたかね。ちょっとここ分かりづらいなっつうところとかコメントしてくれれば、全然その場あの3秒以内に返信するんで、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。ありがとうございました。